うららかさんとアスイさんの個性でヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ僕たちはヴィランに追いつくことに成功した。そんな僕たちの目前に現れたのはうららかさんたちを襲っていたヴィランだった。次の瞬間、そのヴィランが突然襲いかかってきた。ソガです、イズクくん。さっき思ったんですけど、もっと血出てた方がもっとかっこいいよ、イズクくん。レディークラッシュ。追加点だ。燃えろ。さっき血だらけに。左で。血だらけに。なっ、なっとけ。あったら燃やしつけ。丸焼き。たくさん刺さるべきです。よっ、避けちゃダメです。まだ俺の力だ。もう最大出力だ。毒くだい。気が足りない。まだ俺の力だ。丸焼き。ゴジマイク打ち込め。血出てる方がかっこいいよ。まず俺の力だ。丸焼き。乱暴ですね。注意ください。コースが切れるよ。いいですか。焼け焦げろ。丸焼き。公園だ。血が足りない。動きを止める。あなたらヘッツウルトラボーロボエウィー。期待に応えるか。アメージング。ニューストーリーズ。なんとか戦闘には勝利したものの、二人を連れて去ろうとするヴィランたち。もうダメかと思った時、茂みから青山くんのレーザーが飛んできて、かっちゃんと徳闇くんがヴィランの手元から離れた。徳闇くんは取り返すことができたけど、かっちゃんは依然ヴィランの手の中だった。解除だ、コンプレス。問題なし。合図から5分経ちました。行きますよ、ダビ。ガッチャン来んな、デグ。ガッチャンを奪われたままヴィランは跡形もなく姿を消した。生徒40名のうち、ヴィランのガスによって意識不明の重体が15名、重軽傷者11名、無傷で済んだのは13名、そして行方不明1名。僕らの楽しみにしていた林間合宿は最悪の結果で幕を閉じた。